今、カンボジアシムリアップに来て4日目の朝を迎えました。今僕、シムリアップの高級ホテルに泊まってるんですけど、デンホテルというところ。ここですね。見てください。もうバックパッカーが泊まる部屋じゃないですよね。多分もうシムリアップの中でもかなり上等なホテルなんですけど、お姫様みたいな、お姫様みたいなベッド使ってますからね。ホテルの責任者の武田さんという方が僕のブログを読んでくれてですね、カンボジアに来ることを知って直接メッセージいただいたんですよ。で、ここできてまだ2週間くらい、9月の終わり頃にオープンして、で、今10月いっぱいまでオープニングキャンペーンで10ドルで泊まりますよっていうのを連絡いただいたんで、で、カンボジア特に泊まるとこ決めてなかったんで泊まらせていただくことにしたんですけど、ここ10ドルで今ね泊まらせていただけるってめちゃくちゃラッキーやなっていうのと、多分オープニングキャンペーンが終わったらどれくらいなんですかね、多分もう少し高くはなると思うんですけど、でもめちゃくちゃいい、普通のホテルクラスですもんね。ちゃんとバスタブもついてます。すいません、ちょっと僕の洗濯物があるんですけど、ちょっと外の方にも行ってみましょうか。ここが部屋出た感じなんですけど、見てください、この庭みたいなのがついてるんです。 Good morning。 How are you? I'm fine. And you? I'm good, thank you. Hi. Good morning. Hi. Yes.ここが今改装中のカフェエリアになる。ちょっと外に行ってみますか。よいしょ。めちゃくちゃいい天気。はい。外見はこんな感じです。あ、おはようございます。すいません、動画を回しております。あ、ありがとうございます。じゃんじゃん撮ってください。ありがとうございます。連絡をくれた武田さんです。はじめまして、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。もう回しちゃってるんですけど大丈夫ですか？そうなんですね。今日天気で良かったです。めちゃくちゃいいですね。そうっすよね。いや、もしワンチャンプール入れますよね、これだと。ぜひ。そうなんですよ。今日は滝を出してるんで。お滝を見に行きます。はい、ちょっと道具。ここが、ロビー。もう高級ホテルのロビー。これ昨日、トロピアントム村で作ってたようなカゴですね。プールもあるんですよ。じゃーん、滝が出てますよ。これ後で入りたいですね、天気いいから。今、オープンしたのっていつでしたっけ？9月。一応9月の23日ぐらいからプレオープンで、はいはい、10月に正式オープンで。あ、そうなんですね。まだ11月以降って一泊どれくらいになるんですか？あのホテルさんとか、はい、ちょっと私たちも初めてなので、はい、11月にあの水祭りっていうイベントがあるので、はい、国内の方が結構いらっしゃるかもしれなくて、はい、そのタイミングでどの程度こう他が見えるのかとか、ちょっとここのホテルのコンセプトって、デンホテルってどういうコンセプトなんですか？種を、はい、稲をこう植えて育てていくみたいな、お客様をこうお迎えしたところからお帰りになるまで、はい、まあ、私たちがこう心を込めて接客をするみたいな、そういうサービスにしたくって、田んぼの田って。あ、それで田んぼの田なんですね。っていう噂と、あと竹田の田を取ったっていう噂。竹田の田を。そういう噂も。ちょっと多分1個目の方がこじつけです。めっちゃおこがましいお願いしていいですか？
あのめちゃくちゃ安くで泊まらせてもらってるんで、なんかそれのお礼も兼ねて、よかったら今履いてる靴磨かせてもらっていいですか。ちょっとカンボジアで30足磨きたいなって思ってるんですけど。そうなんですか。移動手段はもう何なんですか。もう大体この辺で賄う感じですか、全て。そうですね、私は自転車で通勤してます。自転車で家まで。革靴直したの？すいません、お待たせいたしました。612足目記念すべき。なんでこんな街中にでかいのが。繰り返し繰り返し。野鳥ですか。ナイス。Thank you。これは絶対やばいですね。うわ、うまっ。めっちゃうまい。濃厚ですよね。この反応嬉しい。うん。しばらくラーメン食べてないと、この反応って嬉しい。めちゃくちゃうまいですね。いつぶりですかね、本当にラーメン食べたの。記憶にないですね。日本はどちらですか。シムリアップおもろいですね、本当に。いろんな人を、なんか、行くとこいっぱいあるじゃないですか。なんか、いいっすよね。こうアンコールワット見て終わりだけじゃないですよね。うーん、そうなんですよね。ちょっと僕もそうでしたけど、やっぱこうシムリアップはアンコールワットだけじゃないんですよね。それをやっぱ伝えていきたいですね。僕今、うん、まだ3日目4日目とかですけど、ダントツになんかやっぱ観光としては一番面白いですね。バンコクとかシンガポール、マレーシアとかいろいろ行きましたけど、シムリアップが一番面白いですね。嬉しい。うわ、ありがとうございます。